菊池和人と佐々木千明の言霊アラカル カルト。こんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。あの筆跡分析やっております、はい、菊池と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんにちは、女優の佐々木千明です。ご存知の方も多いと思いますが、10月でございまして、今ですね10月になりまして、まあ、この10月日本の旧暦で神奈月、神が、まあ、神様がない月と書いて神奈月と言いますよね。はい、ではなぜ神奈月、神様がいない月かと言いますと、10月は全国の八百万の神様が一部の留守神様を残して島根県にある出雲大社へ会議に出かけてしまうと考えられてきました。そうだね。はい、でそのため、まあ、神様が出かけてしまう国では神様がいないので神奈月で、反対に出雲の国島根県では神様がたくさんいらっしゃるので神有月、ね、うん、在中の在という字書いて神有月と、ね、はい、いうわけです。でちなみにですね、あるサイトに神様の10月の出雲大社への移動と申しますか、いわゆる出張の行程表がありましたので、ご紹介をさせていただきたいと思います。まず10月の1日、神送り、ね、出雲に神様が出発されます、まあ、各家庭では旅立つ神様にお弁当としてお餅やお赤飯を、ね、備えます。で10月の10日、神迎え、神様出雲に到着されます、で出雲の国、稲佐の浜、ね、稲という字に佐々木の佐という人弁とね、人弁に左と書いて稲佐の浜で神様を迎え出雲大社へ向かわれます、はい。で10月の11日から17日、神有祭、ね、こちら神有祭が開催されまして、神はかりという、まあ、神様が会の儀という字を書いて神、ね、神はかりという会をされるそうです。で出雲大社では会議どころである神の宮で祭りを執り行います。また神々の宿泊所となる境内の住居舎でも連日祭りが行われます。そして10月の17日、カラカデ祭、神等しい猿出る祭りと書いて、ちょっとね初めて私は見た単語だったんですけども、カラカデ祭がございます。で出雲大社から出発をされて出雲の国へ向かわれます。で10月の26日、これが第2カラカデ祭、はい、2回やるんですね、カラカデ祭ね、はい。で出雲の国から出発される神様ね、で再び出雲大社でお祭りをいたしますということで、10月の末日に神迎え、まあ、ご自宅、まあ、元いた場所に帰宅されるという、ね、出張行程になっておりましたね。この神迎えでは各家庭でお餅とか作物をね入れた水筒などをね備える方も、ね、多いんじゃないかなと思うんですが、なお今ご紹介させていただいた日付全部旧暦で、出雲大社では旧暦で神を迎える行事が行われています。また地方によって行事内容や日付が異なる場合もありますということで、まあ、言葉とともにですね、こういった日本古来よりの、まあ、伝承文化も後世に伝えていかなければなと改めてね思いました、はい、はい。私自身がねこれを全く知らなかったんですよ。なのですごく神様の出張って聞いたらすごくすんなりと入ってきたので、はい、ちょっとね今後興味を持ってみたいと思いました。さてこの番組言霊アラカルトは、筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんとセリフを話すという職業についております私女優佐々木千明が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。今回も最後までどうぞお楽しみください。それでは今回の最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは菊池克人さんと私佐々木千明のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオを聴きの皆様にも昔を懐かしんでいただくコーナーです。今回はですね2007年平成19年についてリサーチしてまいりました。でまずは2007年どんな年であったかと申しますと、宮崎県知事の出直し選挙で元タレントの東国原英夫さん、まあ、そのまんま東さん、はい、が当選されました。あとは東京ミッドタウンが開業しました。あとはゴルフの石川遼選手 KSB カップで優勝し、15歳8ヶ月のメジャー世界最年少優勝を果たされました。で大相撲では白鵬賞が史上4人目の外国人横綱となられました。あとは第21回、第21回、参院選で野党が躍進、
で安倍晋三首相が辞任され、福田康夫内閣の発足です。で日本郵政公社が解散、日本郵政株式会社が発足しました。であとは埼玉県のさいたま市にですね、鉄道博物館が開館したのもこの年なんです、うんうんうん、で、ね、菊池さん行かれたことありますか？いや僕は行ったことないんだけど。あ、そうなんですね、うんうん、だけどあそこに移転する前に、はい、神田に交通博物館ってあったんですよ。え、そうなんですか？あれ移転したんですよ。あ、神田から、神田からその埼玉県の方にドカーって深いとこへ移動されたんで、あ、そうだったんですね。でものすごい面積で移動したから、中身もすごく増えたんですが、はい、でも当時の交通博物館っていうのは、鉄道ばっかりじゃなくてさ、はい、飛行機の昔の飛行機とかさ、昔の自動車とかさ、はい、いわゆる交通に関するもの全部あったんですよ。そうだったんですか、うん、もうとってもユニークでね、面白かったですよ。で新幹線も1号のあの新幹線ね、はい、こう丸いやつね、はい、あれなんか飾ってたりして、あと蒸気機関車も飾ってあって、すごく良かったです。ちょうどあの神田の駅のところの R になってるところ、ずっとカーブになってるところのすぐ横にあったんです。電車から見えたんですよ。じゃあ電車からその建物が見えたの、見えていたんですか？昔は見えたの。あ、そうだったんですね。今はもう何になったか知らないけど、うん、そんなことがあってさ、そうなんですね。面白かった。何度か行きました僕は。なんかあの蒸気機関車とかもね、そうそう、あるなんてお話もありましたけど、機関車も置いてあったし、今でも大宮も置いてあるでしょ、たくさん。あ、私行ったことはないですけど、これ置いてあるんだよ。蒸気機関車って、まあ、正直あまりこう見たことあまりはないんですよ、うん、遠くに走ってるのちょっと見たことあったな。走ってるの見たことある？なんかこうイベントとかで走ってるのは見たことあるんですが、あれなんで走るかは知ってるよね。いや、これが私わからないんですよね蒸気蒸気なんだけど、はい、蒸気を出すためには水がいるじゃない、はいはい、で水を温めて蒸気するわけだから、はい、石炭で燃やすわけだよ。そうなんですか。石炭を燃やして、はい、それで蒸気を上げて、その蒸気で、まあ、走ってるわけですよ。だから蒸気機関車ってんだけど、まあ、蒸気機関だよね、はい、っていうもので、まあ本当にもう昔のものではあるんだけれども、もともとはその蒸気機関を発明した人がいたわけだから、はい、これ鉄道を作ったり車を作ったりしたわけだけども、うん、で機関車の話で言うとさ、はい、じゃあついでなんだけどさ、僕は機関車好きだからさ、はい、また聞きたいです例えばさ、はい、デゴイチって聞いたことあるでしょ？聞いたことありますよ。あれはデー51の、まあ、省略した愛称なんですよね。デー51をデゴイチって言ったわけですよ、はい、で C62 っていうのも聞いたことあるかもしれない。初めて聞きました、はい、あるいは C11 とかさ、はい、いわゆるね、はい、C とかD とかついてるんですよ。本当は BCDE ってついてるんですよ全部。あ、そんな B、うん、B ってのは何？ C 何？ D 何？E 何ってことなんだけど、これは動輪の数を出してるんですよ。動輪、横から見た時の動輪の数はでっかいね、あ、動輪ね、こう動かしていく時の、はい、B っていうのは B20 っていうのは国鉄であったんだけども、これは動輪が2つなんですよ。で C11 とか C12 とか C56 とか、はい、C62 もそうなんだけども、 C って書いてあるのは、はい、動輪が3つで旅客用のやつなんですよね。旅客用、うん、いわゆるスピードが速いの。あ、そうなんですね、うん、で D というのは、はい、動輪が4つあるんですよ。お、いっぱいついてると同じ社長の同じその記者の寸法の中で4つの動輪入れるってことは、はい、K が小さくなるでしょ。そうですね、 K が小さいの4ついるわけだよ、はい、だから回転が同じ回転だとスピードも遅くなるじゃない、はい、ね、その代わり力あるわけだよ。だから貨物を引くのに使われてるのは D 型なんですよね。D51 とか D62 とかってのみんなこの、D60 あったかな、D61 だったかな、うん、これは全部貨車用なんですよ。長距離の貨車を引っ張るために作られたものなんです。そうなんですね。あと E10 ってなったんですよ。これは動輪が5つあって、これも特殊な使い方をしましたけどね。スピード出なかった。あ、そうで、ね、でも馬力あったって言われてるんですね。いや、なんかこう電車とかによく E とかいろいろ書いてあったりすると思うんですけど、すごい、あの記者、これ記者の場合ね、記者の場合だから あのね、あるでしょ、 C なんとかって書いてあるでしょ、頭のところに、あれがそうです。いや、なんかちょっとあの見る目変わりますねすごいちょっと詳しくなった気分になりました。だから電車なんかの場合は、はい、もうハって書いてあったら持ってモーターなんですよ、うん、だから必ずパンタグラフがついてて、あー、モーターがついてるやつがモハなんですよ。なるほど。まあこのことは電車の話はしてもしょうがないから記者の話してすいません、はい、ありがとうございます、はい、そしたらですね、2007年、まあ、どんなね、うん、ことがあったかということで、まあ、あの一部新語流行語についてねご紹介したいと思うんですが、うん、聞きたいね、はい、うん、まずは、
ハニカミ王子、うん、はい、男子プロゴルフツアーに15歳8ヶ月の最年少記録で優勝した当時杉並学院高校1年生の石川遼選手の愛称ですよね。名付け親は優勝したマンシングウェアオープン KSB カップでアナウンサーを務めた当時瀬戸内海放送の多賀君とアナウンサーだそうです。はい、まあ、優勝インタビューでこうハニカム姿がチャーミングだったということから、ね、ハニカミ王子というふうに、ね、うんうん、なったなんてお話もありますね。はい、あとは、大食い、大食い、うんうん、あのタレントのギャル曽根さんが大食いタレントとしてフィーチャーされるとともに、うん、この年あたりからカップ麺、プリン、アイスクリーム、ハンバーガーなど高カロリーなメガサイズの食品の発売が相次いだそうです。うん、でメタボ対策など健康文明の反動だったりとか、まあ、たまにはお腹いっぱい食べたいよとかね、あとは景気回復の証拠の声もあったんだそうですよ。はい、あとはネットカフェ難民、川崎翔平さん、ネットカフェ難民という著書が受賞され、まあ、働いてはいるものの事情によりネットカフェに寝泊まりする、ね、人たちが、はいはい、ネットカフェ難民として報道されました。うん、まあ、当時日本複合カフェ協会では難民という言葉の使用を控えることを求める緊急アピールを発表したそうです。はい、ということでね、まあ、ちょっとね今回あの電車の話汽車の話を、ね、はい、非常にたくさん教えていただいたので、いやいや、はい、私ちょっと今後いろいろこうね研究してみようかななんて思いました。はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。皆さんの記憶はあの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池勝人と佐々木千秋です。さて今回のゲストはうちの事務所の新人女優有本ひとみさんに来ていただきました。有本ひとみです、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではですね早速なんですが、うん、有本さんについて簡単なプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。うん、有本ひとみさんは大阪市の出身で関西の某有名難関女子大学を卒業後芸能活動を始めるべく単身上京され養成所に入所されました。で特には11年続けてきたピアノと7年続けているオーボエ、趣味は映画鑑賞とカラオケだそうです。好きな女優さんは長澤まさみさん、普通免許と大学時代に勉強していた管理栄養士の資格を持っています。こんなうちの新人女優有本ひとみにお仕事のご依頼ございましたらぜひ弊社までご連絡くださいとですねうちの社長がぜひ付け加えてくれとのことでございましたので代弁させていただきました。さてそんなひとみちゃんですがあのプロの女優さんになって3ヶ月なんですよね。はいはい、でまだそんなに現場とかは行ってないとは思うんですけれども、はい、女優というお仕事を始めてみていかがですか。そうですね、はい、もう女優になる前とかなり環境がガラリと変わりまして、具体的に言えば、はい、プロとして社会人として、はい、時間だったり約束だったりとルール決まり事をやっぱり厳しく守って実践していくことが、はい、すごくもうこの女優になる前と環境すごくガラリと変わってきたことと、うんうん、あとは現場行かせていただいて、はい、こうキャストの方のお芝居をこう近くで拝見することができたり、あとスタッフさんの動きもこう見ることができて、はい、そこですごく学ぶことが多いっていうところですね。なるほど。まあね、実際に今度は自分がその現場に行く立場になったことによってね、はい、テレビの見方なんかも、ね、変わってくるなんてね、はい、よく最初の頃は私も言っておりましたけれども、ね、すごく今勉強中ということで、はい、成長ね楽しみです ね、 ねそうですよね。うん、とねひとみちゃんこの番組、はい、見たり聞いたりしたことってありますか。いくつか拝見させていただきました。 ありがとうございます。映像で拝見見させていただいたんですけども、はい、その見ていた番組にこうゲストとして出演させていただけることがすごく不思議な感覚で、はい、こう視聴者としてこう見ていた映像に自分がもう出てるみたいな、はい、みたいすごく不思議な感覚になりましたね。なるほど。じゃあね今回はちょっといろいろとね、はい、あの自分自身のこともねお話ししていただきますので、はい、菊池さんからね、そうですね、はい、とても教訓に残る記念的な、はいはい、回になるんじゃないかなと思います。はい、さてそれではですねいよいよ筆跡心理分析結果を菊池さんにアドバイスとともに公開で披露していただくんですが心のご準備よろしいでしょうか。
ちょっとドキドキしてるんですけども、はい、すごく楽しみですし、こう今回の分析をやっぱ参考に女優のお仕事でも活かせていただき、いけたらいいなと思っております。はい、なおですね、有本ひとみさんには放送直前にノーインフォメでゲスト様恒例美しい未来の幸福な様子、美しいの美が漢字でひらがなでし、漢字で未来ひらがなでの、漢字で幸福ひらがなでなって感じで様子、美しい未来の幸福な様子という一文を書いていただき、それを菊池さんにはお渡ししております。はい、また毎回申し上げております通り、放送終了後約1週間程度で YouTube にもアップしていただきますので、大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトと検索をしていただきまして、ぜひご覧になっていただければと思います。ではお待たせいたしました、菊池さん分析結果をお話しください。はい、はい、どうもひとみさんありがとうございます。ですね、これ見てまずすぐ分かるのは、はい、この大きさにこの紙に書いてねった時に結構大きな字を書いてるんですよ、うん、これは当然無意識で書いてると思うんですが、ここまで大きな字を書かない人もたくさんいるんですよね。で、字の大きな方っていうのはとにかく行動してみようよって感覚ですよ。まずは行動してみてそれから考えよ。世の中には真反対の人もいるんだよね。まず考えてからじゃないと行動できないよって人もいるんだけども、ひとみさんの場合はいやいや、まず行動してみようよ、その後いろいろ考えればいいじゃないっていう風な、まずトライしてみようよっていう感覚がとても強い、行動的というところに言えますね。なるほど。それで美しいってこれ字を見た時に、はい、美しいでどんどん字が小さくなってって、いってすごくちっちゃな字を書いてるんだけど、また未来って大きな字を書いてるんですよ。もちろん漢字とひらがなって大きさを変えて書く人も多いんですが、これ結構大きな違いをこれ書いてるんですよね。字の大きさが違う、明らかに。これマーカーなんか塗ったりすると全然違うんだけど、面積多分2分の1とか3分の1だと思うんだけども、字の大きさを変えて書く人って、はい、変化すること、新しいこと、あるいは誰もやってないことをやってみたいなって気持ちがとっても強いんです。したがって変化って何かいいことあるよ、新しいことってきっと楽しいと思うよみたいな気持ちが最初からあるので、はい、そういったものに対して真正面からぶつかっていこうという気持ちが強いと思います。逆に言うと決まったこと、ルーティン化した作業とか、それを少しでも早くやれとか、はい、回数それを重ねてくれとかっていうのはあなたは退屈で、ちょっと嫌だなみたいな、変化がないし新しいことやりたいんですけどみたいな、あるいは変わったことやりたいんですけどとかっていうところがちょっとあるかなというのはちょっとありますね。はい、だから幸福の幸っていう字の一番上の部分の土っていう字があるんだけども、はい、この横線がやたら長いんですよ、うん、この書けたらとね、はい、この横線を長く書くたっていうのは自分の中にいわゆるプロ根性を今持ってるか持ってないかは別なんですが、はい、持っていたいなって気持ちがとっても強い方なんですよ。いわゆるね、高いスキルとか、はい、あるいは高い正確な判断力とか、あるいは専門性とかさ、はい、そういったもので自分が活かせるんだったらそのためにどんどん頑張っちゃいますよみたいなところがあるの、自分の中に。だからそういった自分の中でこれって高いスキルにつながるよなってことについてはどんどん自ら勉強していきたいって気持ちがあります。これは言い方を変えるとそういうものを持ってる人をひとみさんが見た時にもう無条件で、はい、ああ羨ましいなって思うはずなんです。ああはい、思うでしょ。はい、めちゃくちゃ思います。思うでしょ。みんながみんな専門性の高い人を羨ましいと思ってるわけじゃないんですよ。人によってはだってそんなの専門家じゃん、当たり前だよっていう人もいるわけですよ。でもあなたはその部分にすごいヒットするんですよ。ああいいな、素晴らしいな、私もあの世界は違ってもあんな風になりたいな、この要素を持ってる方の字なんですよね。だからその専門性をどこに求めるのってことによって、はい、あなたの人生はどん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 加速する可能性はあるよね。ルーティン化したものをいくらやってってもあなたは伸びていかないかもしれないけども、はい、いろいろ変わったこと、あるいは新しい人にと出会うとかさ、はい、新しいスキルを身につけるとかってことについてはあなたはどん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 やっていくともっともっとこう加速していくような気がしますね。はい、そんな気します、自分でも。でも変化はすごく好きですね。やっぱ同じルーティーンはちょっと苦手なので ねこれ様子って子っていう書いてんだけどこの横線もやたら長いんですよ、字のバランスから考えると。
これも同じで、はい、やっぱりあなたの中にはやっぱりちょっと普通じゃないんだよね私はっていうところをやっぱり大事にしてるところがあるから、はい、でさっきのやっぱり資格なんかでも栄養士さんとかお持ちになっていたり、はい、やっぱりそれなりの勉強されてる方なんで、そういったものが今後今の世界でやっていくときにどういうところで自分の高いスキルとか専門性が活かせるのかなってことになるだろうなって気がしますね。はい、でそういったものに対する意識が高いんだけれども、様という字の木偏の上の部分が低いんですよ。木偏のいわゆる横線の上の部分が結構低いんだよね、はい、これ低い人って、はい、いいから私についてきなよっていうことは言わないの。そうじゃなくて逆なんですよ。一緒にやる以上はさ、みんなで結果出したいよねっていう感覚なんですよ。いわゆるリーダーシップ性って意味で言うと、トップダウンではなくてボトムアップですよね。ボトム下からどんどんこう上げていくような感じ、みんなで一緒にやろうよ、はい、その中でリーダーシップを 取ってくれって言われたらそれはそれでいいんだけども、あなたが自分からいいからついてるで私に言ってもあんまりないです、はい、思いの中で。でもっと逆に言うと、できればあなたが信頼できる方、理屈が分かってる方、はい、その人が強いリーダーシップ性を持っていてくれれば、あなたはその人に黙ってついていこうと思う気持ちがあります、はい、すごいリーダーを選ぶんだよね、リーダーを選ぶと思います、はい、そういった部分はよくわかるね。あとは幸福の福っていう字の、左上口っていうのたっていう字があるんだけども、左上やっぱりつけてるので、はい、あなたの中で大事なものはやっぱり決まり事とか過去から の習慣とか、正しく残ってる残されてるもの、はい、こういったものを重視していこうって気持ちがあるので、さっきのようにますます自分が納得して、はい、理屈があって、でなるほどなと、自分の専門性につながるなこれはと思ったら、あなたはどんどん邁進する人ですよね、行動とともに。うん、でこれは横書きに書いてることからもよくわかるんです。へ、日本語というのは、はい、縦書きの方が楽なんだよ、書いてるときにさ、漢字って縦書きになってるから、はい、横に書くというのはなぜかというと、いや私この方が書きやすいからっていう話なんだよ私はいいんですこれでっていう感覚なんだよ。いいんです別に、私これでいいから、この感覚があなたの行動力を生んでる可能性もあるので、だからどんな自分の中の考えをもとにして行動していって、はい、みんなとの輪を作ろうと思ってるのかっていうことを考えていく上で、はい、今日言ったようなアドバイスがお役に立てることがいくつかあったかなって気がするんですよね。はい、そうですね。どうでしょうか。はい。なるほど。本当ですね。はい。実際はね、今日有本さん、はい、菊池さんの分析結果聞かれてみていかがでしたか。はい、この字だけでこんなに分かってしまうんだっていう。なんかもうすごく恥ずかしいですね。ちょっと恥ずかしいんですけれども、はい、まあ、こう専門性とかスキル、それを非常にモチベーションを生むものになってるよね、はい、だから今ね、今持ってる持ってない関係ないんですよ。自分のモチベーションを生むのはそこにあるんだったら、はい、それを磨けばいいでしょ、はい、磨くことに対してあなたは全然苦痛感がないんだよ。でもみんながみんなそうじゃないから、 あなたはそうだということです、はい、それをどう生かすんですかってことを考えるのがあなたの人生だよねってことだよね。あ、なるほど、なるほどすごい、私もねすごい勉強になったので。ここでお伝えしてるのがさ、字を見てあなたのことみんなわかるんですよって言ってるわけじゃないんですよ、はい、字を見てわかることはほとんど伝えようとしてますよってことであって、それ以外の可能性もきっとあるでしょ。それはまた自分で見つけてもらえばいいんだけども、はい、今言ったことだけでも大事にしてもらえると、はい、それなりに自分の中で考える糧になればいいなと思ってお伝えをしています。はい、ありがとうございます、はい、なおですね、この分析につきましては菊池さんここよくおっしゃってらっしゃるように、あくまでご参考にするものであって、はい、断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。はい、はい、ではですね、最後に有本ひとみさんから告知などございましたらお願いいたします。はい、明日からなんですけども、はいはい、初めてお役をいただいてで出演させていただく映画がクランクインします。 おめでとうございますありがとうございます、ちょっと緊張はしてる、今から緊張はしてるんですけれども、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ちなみに、はい、佐々木さんは初めてこう映画に出演された時はどんな感じでしたか。初めてですか、はい、もう本当になんだかよくわからない状態でしたね。はい、もう楽しみとかそういう余裕もなかったなっていう印象でした。はい、いや
まあ終わったら楽しかったですけど、ね、本当ですか。はい、なのでまあちょっとまあ詳しい内容とかはインスタグラムとかで何か、はい、有本瞳で検索していただきますと出てきますので、うん、ああインスタグラムご覧ください、はい、ぜひ皆様よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では今回のゲストはうちの事務所の新人女優有本瞳さんでした。ありがとうございま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 した。なんともうエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルトいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん今回はいかがでしたか。いや、あの有本ひとみさん、はい、楽しかったね。うん、本当に応援してます。そうですね、私もありがとうございました。応援しております。はい、それではですね、言霊アラカルトまた次回お耳にかかりたいと思います。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。